個性派俳優の高島正信さん。芸能人一家に生まれた彼が俳優になったのは、どのようなきっかけだったのでしょう。そして、家族関係や結婚と離婚について、さらに朝ドラ出演についてもご紹介していきます。プロフィール。本名高島正信。青年月日。 1966年10月27日。出身地東京都。身長180センチ。血液型 B 型。学歴成城大学文芸学部卒業。特技スキューバダイビング水泳。事務所東方芸能。 芸能人一家に生まれた高島正信さん。父は俳優の高島忠夫さんで、母は女優の隅花代さんです。そんな有名人の両親のもとで、彼は三男として生まれましたが、兄の正宏さんは長男ではなく、1964年8月に生後5ヶ月で、当時の家政婦に命を奪われてしまった。 長男、道夫さんというもう一人の兄がいました。高島夫婦の大ファンだった一般人の女性が、友人の紹介で高島家の住み込み家政婦となっていたのですが、長男が生まれる前までは家政婦の彼女が夫婦に可愛がられていたようです。長男の誕生によって高島夫婦の気持ちが、 長男にばかり向くようになり、嫉妬の気持ちが募っていったのだとか。そんな家政婦の彼女は、高島夫婦が海外出張に出かけている間に、この子さえいなければという思いから、長男をお風呂場の浴槽に沈めてしまったのです。どうしてここまでの事件に発展してしまったのかと思うと、とても悲しい気持ちになります。 もう少し家政婦が夫婦と語り合っていれば防げた事件だったのかもしれませんね。そんな出来事があった翌年、兄の正弘さん、その翌年には正信さんが誕生しました。高島正信さんは、成城大学文芸学部芸術学科卒業後、映画監督を目指していましたが、大学時代に、 自主制作映画を作った時に、釈材を父に肩代わりしてもらったため、その返済をするために俳優を志し、父と兄の付き人もしていたと言います。そして、兄の働いでプロデューサーに紹介してもらったことがきっかけで俳優デビューを果たしました。高島さんというと代表的な作品であるホテルでの姉さん、 事件ですというセリフでしたね。とても高青年のイメージが強く、ドラマも1990年から2002年まで続くロングランの作品となりました。高青年のイメージが強かった高島さんでしたが、2011年前後から仇役や悪人の役が増えて、俳優としての役柄の幅を広げていきました。 俳優として才能を発揮していった高島さんですが、皆さんもご存知のように、元奥さんのミヨンさんとの離婚劇はとても話題になりましたよね。高島さんとモデルで女優のミヨンさんとの結婚は、2007年に大韓航空機事件を扱ったテレビドラマで共演したのがきっかけでした。お二人は、 2008年に結婚。3年後の2011年には離婚協議中であることが報じられました。高島さんは25年の芸能生活を投げ打っても離婚したいという衝撃的な発言をしていましたが、その離婚理由はミヨンさんの DV が原因なのではないかと噂されました。実際はどうだったのでしょうか ミヨンさんは散財癖がひどくて、高島さんの1億円とも言われる預貯金が底をついたことと、毎晩強く抱きしめないと怒られるというものでした。これは確かに DV と言われても仕方ありませんね。2012年11月9日、東京家庭裁判所は次のように言い渡しました。 婚姻を継続し難い重大な事情があると認められ、二人の婚姻関係はもはや修復不可能であり、破綻していると言わざるを得ない。婚姻関係の責任がもっぱら原告にあるとは言えない。結果、2012年11月、ミヨンさんが離婚を受け入れることとなり、控訴の期間は、 実に一年間という長い期間に及びました。ミヨンさんとの泥沼の離婚劇の後、2015年9月、高島正信さんは14歳年下の一般女性と再婚。再婚相手となったのは、共通の知人からの紹介で知り合った、都内の大学病院で医師をしている方だそうで、 一年の交際を経て結婚することとなりました。高島さんは理想のお相手として、優しい人、料理が上手、胸が大きいといったことを語っていましたが、再婚相手の女性はどんな女性なのでしょうか再婚相手について彼は次のようにコメントしています。彼女はいつも明るく、 いつでもどんな時でも僕を支えてくれる本当に本当に素晴らしい女性です。理想の女性像の中にあった優しい人のようですね。奥さんのことをここまで素晴らしい人と言えるくらい素敵な方と巡り合えたのですから幸せになってほしいですね。 ミヨンさんとの泥沼離婚劇を繰り広げた高島正信さんは再婚はしないものと思われていましたが離婚後に出演した番組でまた結婚したいと語っていましたその理由は高島家の血筋を絶やしたくないからだと言います高島家の兄正宏さんは2005年にシルビア・グラブさんと結婚していますが 子供はおりませんので、高島家の血筋を引き継ぐことができるのは、正信さんだけになっています。芸能人一家であるがゆえに、血筋を残すということは大切なことだったのかもしれません。妻にしてみれば、とてもプレッシャーに感じたと思いますが、2017年8月21日に、待望の長男が誕生しました。 高島さんは51歳、奥さんは37歳でしたので、お二人とも年齢から考えると高齢出産と言えますが、母子ともに問題なくマタニティライフを送っていけたようです。当時の心境として、私と家内の両親にとっての初孫で、ちょっと大きめの男の子です、ということと、 人間として再出発するつもりで頑張りたいと喜びを語っていたので、高島家が大喜びしていたのは言うまでもありませんね。さらに喜びのニュースが続きます。2022年3月16日、第2子となる次男の誕生が所属事務所から発表されました。高島正信はこれからも 役者としてより一層邁進してまいりますので、温かく見守っていただけると幸いです、とコメントしています。最後に、2022年前期の NHK 連続テレビ小説、ちむどんどんでの高島正信さんの役柄は、黒島結菜さん演じる沖縄生まれのヒロイン、比嘉信子が、料理人を目指すため状況後に出会う一人が、 高島さん演じる二つ橋浩二です。彼は、信子が働くこととなるイタリアンレストランの料理長で、原田美枝子さん演じる厳格なオーナー、久子を敬い、しもべのように使える一方、優しい性格と確かな技術で調理場を牽引していきます。多彩な役柄を演じている高島さん。 家族が増える喜びも増して、さらなる活躍をしてくれることでしょう。最後までご視聴いただきありがとうございました。